どうした？あの…いや、まあ、たまにはああいうのもいるけど…今の…なんだろう…どうしてこんなところに…そこで私が迷わなかったら、コロは助けられたかもしれない。コロ、皇帝の楽しくやってんな。こっちは展示の片付けだってのに。ああ、そう思わね。おい、いないのか。あれ、嫌がらね。どうしたんだあいつ。逃げたんじゃないだろうな。え、お前。直樹君。俺、ずっと謝らなきゃって。でも。
ダメなのか？許してくれんなら、俺、なだってするよ。分かっています。てめえら一体何しやがる。私が前に戦ったのと同質の。光太郎さんの攻撃を受けたらあっけなく滅んだ。私のではダメだったのに。もしやこの怨霊たちが帯びているのは夜の力。何やってる、サヨタン。私は大丈夫です。それより皆さんを。派手に行きますよっと。大丈夫か？大丈夫です。しかし弱音を口にする暇はありません。一刻も早くこのもののけどもを何とかしなければ。ああ、被害が拡大しちまう。らしくなく苦戦してるじゃないか、光太郎。まだ熱が引いてなかったか？私に看病をさせないからそうなるのよ。私が見てあげていれば即座に治ったもの。助かる、おっさん、文子さん。お礼はまた次の機会に別な形でお願いするわ。それより校舎の中の方が大変なことになってるわ。ここは引き受けるからそちらの方を何とかしなさい。わかった、セウタン。はい。
新任。来たか、コウ。待ってたよ。コウタロウさん。ああ、わかってるよ、サヨタン。お前は兄貴じゃねえ。わかってる。お前は俺の後悔の姿だ。兄貴の姿を使って悪事をこれ以上重ねさせやしない。お前の選択肢は2つに1つ。 A、 ぶっ飛ばされてお縄になるか。 B、 縄になってぶっ飛ばされるかだ。行くぞ。新二の偽物め、もうこれ以上バカはさせねえぞ。だけどね、こう、ここにいるのは僕だ。お前は僕を殺したことを後悔している。そうじゃないのかい。それは、後悔なんかしてねえ。おや、そうなのかい。昨日のことを悩んでても自分が前に進むわけじゃねえんだ。明日はもっとうまくやってやるさ。お前は新任の姿をした偽物だ。それ以上でもそれ以下でもない。また会えるなんてね。お前の力はそんなものじゃないだろう。どこまで強くなったか見てあげよう。それでは死なないよ。けれど、僕は完全に偽物でもないんだよ。なんだって。お前の中にある僕の思い出が形を取った影。それが今の僕だ。僕がこうしてお前を殺そうとしているのは、こう、お前が内心で望んでいることなんだよ。違う、そんなことはねえ。俺の望みはみんなの笑顔だ。お前なんかに惑わされることじゃない。覚悟しやがれ。頑固だな、コウは。なら実力で証明するとしようか。お前も死ぬんだよ、コウ。まさか、ここまでとは。サヨタンは、兄貴は成仏するって言ってくれた。俺はそれを信じてる。お前は偽物だ。新兄のことは、誰にも怪我させやしない。サヨタン、無理してなきゃいいんだけどな。行きます。
この息は神の息。この息は神の息。この息は神の息の息。女性のピンチに駆けつけるのは騎士として当然のこと。怪我は？いいえ、ありません。よし、それじゃあこいつらをちゃっちゃと片付けますか。そうですね、参ります。たちの悪い連中だ。この魔は魔を封ず。バラの騎士の剣、避けられると思うな。サヨタ、大丈夫か？さんも来てたのか。ようやく王子様もご到着だ。肩の荷が下りたかな。光太郎さん、あらら、ぞろぞろと往生際の悪い。邪魔せんじゃねえ、この昭和生まれが。この数、早く行ってやらねえと持たないかもしれない。闇に帰りなさい。戦い方を教育してやる。いつの間に息合ってるな。あれ、なんでだ。一瞬ムカッとしたぞ。おかしいな。これでだいぶ片付いたか。高行さん、